ゆうかの中澤ゆうかのゆうこチャンネルハワイ編。今日はですね、持ってきた、美容ヘアケア編をやっていきたいと思います。そう、なんか今日すごく暑くてティッシュでずっと汗が流れてくる。ではまず 1,2,3 ハワイに持ってきてよかったヘアケア品4選っていうのをやっていきたいと思います。まずダラーン、TOKIO のハイパーインカラーミーシャンプーとトリートメントを持ってきました。これ半年前ぐらいに美容師さんに勧めていただいて使ってるんですけど、日本では普通のこうシャンプーのね、あのボトルの中に詰め替えも買って、余ったのをちょっとハワイに今回持ってきたんですけど、これ持ってきて本当に良かった。ツヤサラに結構なる感じなので、日本でもぜひね、買ってみてください。海外に行く場合って結構水がねすごく硬くなっちゃって髪の毛パサつくので、ハイパートキオのねハイパーシャンプーとトリートメントめちゃくちゃ良かったです。で次がこれも持ってきて正解でした。ルーブル堂の復元、ごめんなさい、ルーブル堂のパドルブラシ。これ髪の毛溶かすだけで、一本一本のこの櫛の中に育成光線が入ってるので、溶かすだけでねツヤサラになるんです。私今ほんとシャワー浴びたばっかりで髪の毛何もしてない状態なんだけど、ただ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 こうやって溶かすだけで、なんかおやおやサラサラになってきたぞっていうような感じのアイテムなんです。はさはさ。でこれこういう風に髪の毛をね生え際から上にこう溶かしていってあげると、ここがリフトアップする場所なので、こんな感じでただブラッシングしていくだけでも、ちょっとこんな感じでね顔が上がっていくっていう不思議なブラシでございます。これね本当に持ってきて正解でした。じゃん。そうそうそう。でこれ頭皮ケアとかもできるから、ちょっと疲れた時にこんな感じで空気の穴がねここにあるので、こうプシュプシュプシュって感じで頭皮ケアもできるような形になってます。はい、3つ目、こちら N. ポリオッシュオイル。これ日本でも人気ですよね。もうもはや海とかハイクとかヨガとか、もうめちゃくちゃ汗かくことばっかりハワイでするし、アクティブに動くので、髪の毛セットしたとしても海にもう入っちゃうみたいなノリで入って出てくればもうセットとか終わりだから、もうブラッシングとオイルだけで全然十分です。まあこんな感じで今下で、ごめんなさい、サンプッシュやったのを、まあこんな感じで適当にオイルつけてもう海とかに向かっちゃうって感じなので、これでもうね、結構十分かなって思います。私今回1ヶ月滞在なので、1ヶ月だったらこれとこれだけでヘアケアは良かったかもって思ってます。そんなに本当にブローするとかってあんまり、夜ご飯ちょっとディナーいいとこ行くぐらいじゃないとないので、これで十分。しかもこれも復元パドルブラシも確か6000いくら、ちょっとねここに金額税込みで出しておきますけど、これ7年前以上かも、10年以上かな、結構経ってるけどずっと使ってていいやつなので、1個買っとくと海外行く時も日本でもブラッシングするだけでねツヤツヤになるので、すごく便利な一品でございます。で、4つ目はじゃん、復元カールドライヤーが持ってきたんですけど、1ヶ月滞在だったらぶっちゃけ持ってこなくてもよかったかなっていう、ものとしてはすごくいいんですけど、やっぱ1ヶ月いるとねなんかちょこちょこ買っちゃったりかさばるから荷物になるんで、まあ、これはね使い方はまた別撮りしたのを YouTube であげますので、こんな感じで壊せる取り外されるので、収納がすごくしやすいから、まあ、復元ドライヤー本当は持ってきたかったんですけど、これでまあ、とりあえずいいかと思って持ってきました。こんな感じでカチャッとはめてスイッチオンすると、こうやって溶かせばね、ブローもできてツヤサラに、これも育成光線が出てるのでツヤツヤサラサラになるよっていうような
アイテムです。今日はまあもう、本当はっていうか夜ご飯行くからこれやろうかなと思ったんですけども、今暑くてちょっとこれね熱があるからちょっと今きついかもっていうぐらい暑い。なのでこれはまたちょっと後ほど後日紹介したいと思います。私が持ってきてよかったヘアケア4選でした。ぜひ海外の時の参考にしてみてください。ではでは、バイバーイ。